どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリア、ルートの編、続きやっていきましょう。今回はストーク戦やっていきます。で、ストーク3位なので、で、まあ、うちのチームもね、勝てずに引き分けたりもあるので、ここで叩いておかないとね、ストークがじりじり来そうな気もするのでね、ストーク2試合少ないので、なのでね、ここで落としたら本当に、まあ、ピンチになりそうな気もするんですよね。ワトフォードはね、まあ、ツートップが改定されてしまったので、得点が奪えなくてね、勝ち点止まってるので、その次のストーク、ノリッチっていうとこがね、ボーマスとか。まあ、ミルウォールもね、調子いいんでね、ほんとわかんないとこなので、まあ、46試合だったかな、チャンピオンシップですけど、ちょっとまだね、安心できないので、しっかりとね、ストーク叩いていきたいと思います。まあ、とりあえずね、記者会見行きましょう。あ、そういえばアップデート来ましたね。ね、チームアップデートまだ来てないかなと思いますけど。これ上がってる時には来てるかな、もしかしたらね。わかんないけど。残り試合わずかです。あなたのチームはタイトル獲得できるとお考えですか？最後までね、戦い続けますと。ストーク、この試合勝って首位だったらとんでもないことやけどね。まあ私たちの方が有利ですね。前回の試合ストークは、あ、ほんま知らん、全く。全く覚えてない。あ、いいやん。これしよう。勝つよ。ほんまに05で勝った？全く記憶にないんやけど。あ、勝ってるわ。これホームでしょ。でもアウェーだったらあかんのちゃん分からんけど、あー、05で勝ってるんやな、1戦目。なるほどね。で、今回のスタメンなんですけども、NKT やハロップ、シムズ、エズジャン、バザール、ヒル、スターリング、チェンバース、ドロン、ヘレン、オコロジ、ピーコック、ファレルですね。トップ下にアケッチェじゃなくね、ハロップ入れてます。そこぐらいかな。いつものメンバーとかっていうとこと言ったらね。はい、このメンバーでやっていきますので。じゃあね、ストーク戦やっていきましょう。はい、じゃあやっていきます。ストークのユニフォームいいよね。すごくなんか好きやわ。昔から好きですけど、ストークのユニフォーム。デラップとかいた時めっちゃ見てたわ。なんかビッグクラブとストークが当たる時の試合放送あったら見てたな、絶対。ちょっと待って、切り替わってくれ。危ない。ローリーいるやん。うわ、なんかストークっぽいなストークっぽいな。危ね、怖、アレンでしょ。アレンもストックっぽいよね。あれ見た目いいよな、ヒゲ生えてんの。欲しいな。欲しい選手はいっぱいいる。でもね、取りすぎてもね、あれですから。でもアレンは欲しいな。アレンとかね、ハダースフィール、あ、バカ野郎、危な。ハダースフィールドのホックとかね、めっちゃ欲しい。あとレガレスのルベン・ペレスとかね、地味な選手がすごく欲しいタイプなんで。
あー、もったいなかったですね、今ね。インスか。元リバプールですからね。お父さんが有名やからねえ、イングランド代表でしたから、ポールインス。黒人で初めてプレミアリーグの監督したのね、ポールインスなんですよ。ブラックバーンだったけどね、一瞬で解任されるけど実力不足だったんですよね、あの時監督としては。いや、あのね、ああいうとこがな、ちょっとな、もったいないのにな。バザールに出しちゃいいのにな。いや、ちょっと前線に出しどころが、ヒルも下がってきちゃうからね、ちょっとね、出すとこがないな。ね、ちょっとね、前に行きすぎるしね。よっしゃ、OK、出てないっしょ、OK。ナイス。一回ちょっと出たっぽかったから怖かったけど、 OK OK。 あ、出てないね、 OK OK。 出たように見えた感じだったな。うん、26ゴール目かな、25か。いいですね。点取りますね。でも決定力上がってるわけじゃないんですよね。あの、スピード系にしてるから、裏に抜け出すスピードがすごく速いから。だから外すシーンも結構あるんですよね、彼ね。Well, that is how to run at defenders. Now, will they be able to play it in behind the defense? Well, a crucial intervention inside the box. ああいうちょっとしたね、ボールが離れた瞬間がすごく怖い。あの、今回一瞬でもボールちょっと離れてしまっても相手が取りに来るから、ボールを失ってカウンターっていうのはすごくあるから、マジで怖いな。今のは惜しかった。アーチェスター、あれ、あー、バトランドいいエアな。ストークもなんだかんだまだ固有多いですからね。この今サイドバックのスミスも固有やし、センターバックのもう一人、バスだったかな、バスも固有やし、アレン固有でしょ。あと今遺跡で入ってきてローリーも固有やし、マクリーも固有やしね。前線の声がいなくなったぐらいか。合わなかった。もったいね。結構いいクロスでしたよ。当たってるけど当たってるけどな。スミス、このクラーカスっていう選手が今もう本当ストーク引っ張ってるよね。昨シーズン2桁点取ったりして、もうエース級の活躍したから。春でね、
プレミア戦ってたんですけど、ハルとストーク一緒に落ちたんだったっけな。いや、ハルが先か。あ、見えなかったわ。やば。その時に移籍してきたんですけど、ストークが落ちた年に移籍してきたから、やばいな、これ。あ、これやばい。危ねえ。え、嘘、危な。なんでマーク外すの。怖い怖い、やめて。今のはマジで焦ったわ。あ、俺、まあ、点取ってない気分でおったけど、そうやった、1点取ってるんだったわ。忘れてた。まあでも、今の感じだと取ってないって思った方が、ああ、いいかもな。うわ、ええとこ出すな。もうほんとあっさり失点するな。止めれたんじゃないか今のは。あ、ほら時間が時間やもんな。やっとこの時間失点するな。難しい。はい、後半やっていきます。いやー、ほんとね、終了間際に失点するのが本当に苛立つ。集中力切れんのか知らないけど。今までできてたことが全くできなくなるからな、一気に。これ個々のスピードは速いからかなりコンディションいいんですけどね。あ、ボール失っちゃった。あ、マジか。危な。あ、多分左のホックスは多分シェフィールドユナイテッドにいたホックスやと思うな。クソマニアックかもしれん。あー、ノッティンガム・フォレストじゃないもんな。ノッティンガム・フォレストにいたホックスは結構年いってるしな。多分普通に移籍してきたと思うけどな、新シーズン。左のホックスはね。寄せが早いから。うわー、マジか。一瞬ファールちゃんと思うけどな。開けてやりましょうね。ちょっとキッカー変えよう。惜しい。合うんやけどゴール枠に飛ばないな。難しいな、シュートがマジで。いや、相手に行っちゃうのね、勝ってんのに。It's Luton Town facing Sheffield Wednesday. Yeah, Derek, should be a great atmosphere there. It's one I would be tuning in for if I wasn't there with you. マジ、あの一瞬ずれるのマジで怖いわ。Özcan, Bazur. マジ、守備むずいよね。あの、ツイッター見ても、結構守備むずくねっていう人おるわ。Space and time for the cross. The clearance wasn't decisive. それで勝てないよな。
Plenty of running room in the wide position. Lucas. うまい。これはちょっと。あ、いける。あ、うん。オッケー、オッケー。Androgale. Here's Akechi. Özcan. Chambers. Nacho Hill. Bazour.おかしいな。いやーきついな。ちょっと選手変えます。いやーちょっときついね。きつい。何がきついって、相手の動きはすごくいい。今何分？ 72 分。まあ72分。まあ一人でいいかな。バザールかな。動かされてるから、体力が。バザールセンターバックするだけあるな。でかいな。アケチェ。ロヨディス。And Ketia has it.Özcan, promising attack this. Joe Allen. ちょっと反応遅いんですよね、ロアオディスがね。Doing well to keep possession. Klukas. Good strength to keep the ball. Well, possibilities inside the box. Sam Klukas with it.それはいかん。あぶね。あ、あかん。今のボールダッシュはすごく綺麗だったけどな。よし、オッケー。いや、ボール取って、ボール取って、取ってよ。もうバカ。時間ないちゅう、ボール取れよ。うわ、ファウルか。ちょっと選手変える。え、サントスどこ？ディフェンスに戻ってんの？いや違うって、お前戻らんでって。危ない。サジオ・サントス inside the final 2 minutes of this contestバカ、なんで。Time just challenged magnificently. An important interception. They're on the scent of a winner late in this game. Can't miss. うわマジか、止めんのか。ナイスやな今の。And options in the center. The chance is on. Must take the lead here. よっしゃ、大きく決まった。よし。よし。オッケー。さすがエース。
Well, here's the replay, and it all starts with the delivery into the box, just begging for someone to get on the end of it. But then you have to ask questions about the defending. He's afforded far too much time, nowhere near enough pressure on the lad, and they're punished as a result. Ah, よかった。ああ、何回でも見たい。マジで負けれんかったからめっちゃ良かった。なってほしいけどな、すぐにな。よっしゃ、OK、勝った。勝てた。Well, it was tight, wasn't it? Just done enough in the end, I suppose, to deserve the win. これはストークはすっごい痛い敗戦ですけど、うちにとってはかなりでかい勝利ですね、これね。はい。はい。最後の最後にね、ヌケティアがゴール決めてくれて、勝てることができたので、一安心です。よかったです。これ、ピーコック・ハレルじゃないの？ほら。うわ、コノリまでにいなくなるな。23から31ぐらいって書いてた今。待って、普通に試合あるんちゃう？ある？あるな、コベントリーが。これはまずいな。これはまずいぞ。まあ、代表に呼ばれるんでしょう。まあ、ちょっと。練習だけしようかな。ベネズエラってどうかよえっていうほんまイングランドから南米行けってか飛行機で。あ、センターバック育成が終わりましたね。じゃあやちょっとねチームハブ行きましょう。シュロッターベックですね。育成プラン終わりましたね。加速とスタミナがまだなんや。なるほど。どうしよっかな。ショートパス74でうまいやな。コントロールがただ悪いんですね。なるほどね。これ、ジャンプ引く。身長高いからか。ストッパーにしようか。コントロールと、ジャンプとか、加速もね、ちょうど上がるし、16周、いいんじゃないかな。はい。じゃあ、今回はね、これぐらいで終わりますかね。次回は、どうしようかな。ピーコック・ファレルが代表でいなくなるのが、ちょっと、残ってるかな、アーカイブで。残ってないね。ちょっとわかんないんですけど、コベントリーね、今何位なんだろう。コベントリー多分降格ギリギリとかちゃう。最下位争ってんな。コベントリー戦取りますか。次回ね。そうですね、それ。コベントリーとの試合だったらなんか、ピーコック・ファレルいなくても、メイシーとか出せそうな気もしますしね。いいかなって感じがするので、コベントリー戦取ろうかな。機械も結構使えるかなと思うし。はい。ということでね。待って。コベントリーの次はどのチーム？バーンズリー。なるほどね。全然知らないな。3月って書いてたよな、代表戦。3月23からって書いてたな。じゃあここじゃないんやな。バーンズリーとかロザラムか。ちょっと悩むな。どうしようかな。めっちゃカイト当たるんやな、ここ。悩むな。コベントリー取ろうか。
はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わります。ではまた次回です。じゃあね、バイバイ。